女子ツアー木下グループジャパンオープン大阪・森田テニスセンターウツボ WTA250 シングルス2回戦が10月17日に行われワイルドカード主催者推薦で出場の18歳斉藤桜富士役品世界ランク179位が第5シードのエリナ・アバネシアンアルメニア同48位57-6に6対4で下しツアー8強入りした。 動画、斎藤さくらが WTA ツアーデビュー戦で8強入り。マッチハイライト、ジュニア世界ランク2位だった斎藤は、今年5月にプロ転向すると、ブランドスラム初挑戦となった全仏オープンでは予選決勝に進み、7月には ITF10 万ドルでタイトルを獲得するなど、自己最高ランク156位を記録している。 ワイルドカードでツアー本戦初出場となった今大会は1回戦で今年のウィンブルドンと全米オープンで3回戦に進んでいるジェシカブ・ザ・スマイネロ、スペイン、同62位、56-36-2で下してツアー初勝利。プロで戦うために改造してきたサーブ、そして糸を引くようなバックハンドを武器に、この日も今年の全仏オープンで4回戦に進んでいるトップ50に果敢に立ち向かった。 1> 第1セットではアバネシアンにたびたびリードを許したものの、厳しいボールにも食らいつき、簡単にセットを失わない。タイブレイクで1、2から6連続ポイントで第1セットを奪うと、第2セットでも先にブレイクされる展開となったが、スコアでは離されずにすぐさまブレーク。